遥か彼方にいる従者たちは。冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。エンジェルズ社、タイムサービス中。いらっしゃい。はあ、窓の外からみんなの話を聞くだけで会話に参加できないなんて、あの輪に混ざりたかったな。なんだなんだ、面白いことか。オイラにも教えろ。ん？ああ、実は酒場の客たちがある話題で盛り上がっててね。ズバリ、誰がモンドで最強なのかって。最強なあ、一撃でヒルチャールを数体倒せたら最強か。うん、どうやら最強という称号は簡単じゃないみたいだな。そうだパットン、それってもう結果は出たのか。いや、自由の都に暮らす人がそう簡単に意見を一致させることはないよ。もしそんなことが起きたら、空から漁師トーストが降ってくるだろうね。みんな自分の推しがいて、持ってる情報もバラバラだ。でもその方が議論が白熱して面白いだろう。今支持率が高いのは確かダンディライオン騎士と闇夜の英雄だったかな。オイラはお前を応援してるぜ。ひとまず酒場に入ってみようぜ。面白い話が聞けるかも。はあ、その自由奔放さ羨ましいよ。俺のことは気にしないでくれ。俺もぼちぼち仕事に戻るか。リーユへのジュエリーですよ。いらっしゃい。今日は何を飲む？モンドの最強？あまり気にしたことないね。バーテンダーなら何かしら情報があると思ったのに。そうそう、そういうのが聞きたいんだ。情報を扱うような仕事は担当外だがな、強いて言うなら闇夜の英雄かね。彼はアビス教団から人を助けたと、そう話を聞いたことがある。出た、裏情報。というかアビス教団の奴らって本当にあちこちで騒ぎを起こしてるんだな。たとえ幼なじみでも。よう、どうだ、このジョセの会心の最新作を聞いていかないか。ん？モンドの最強は誰かって。それなら
分あの赤い服の女の子だろうな。そうだ、半月前俺は暴風山地でインスピレーションが湧くのを待ってたんだが、その時何があったと思う？お、なんだなんだ。とんでもない破壊力を持ったやつと遭遇したんだよ。そいつのせいで暴風山地の地面が一瞬にしてえぐれてね。すげー。あの時俺は木の陰に隠れてて、赤い服の女の子が逃げ去るように走っていくのを見たんだ。彼女が通った場所は見事に変わり果てていたよ。はあ、でもな、誰も俺の話を信じてくれないんだ。まあ、女の子とその破壊力は普通だったら結びつかないもんな。きっとあの子は誰も知らないような強力なお宝でも持ってるんじゃないか。もしかしたらそれはモンドで一番すごいお宝かもしれない。お宝？おい、聞いたか？あくまで俺の推測だけどな。いや、吟遊詩人の直感ってやつだな。ありがとう。ああ、これが心の友ってやつか。嬉しい。俺は嬉しいよ。で、その女の子の名前は？名前は知らないな。あまりモンドでは見かけない気がする。でも信じてくれ、全部本当の話なんだ。謎が多いな。まあ、情報ありがとな。いや、一人前の冒険者たるもの、お酒に強くなろうと鍛えてるんだけど、一緒にどうだい？ん？モンドで誰が最強かを聞きたいって？そりゃあやっぱり大冒険家スタンレーさんかな。教会のサイリュス会長もすごいけど、ジンジャック界の魔獣とまともにやり合えるのはスタンレーさんくらいだからね。ジンジャック界の魔獣、強そうだな。もしお前の前に現れたら、お前でもビビりそうか？ふわぁ、さすがだな。幼馴染でも。おぉ、お前もモンドの名酒を飲みに来たのか？最強といえば、そりゃもちろん我らが神団長だろ。だってよ、神団長は剣を少し振るっただけで遺跡守衛を倒したんだぞ。一人でダダウパの谷の三大部族も一掃できる。そのおかげで俺たちは平和で暇なんだ。確かにジンは頼もしいよな。でもこいつ酔っ払いすぎじゃないか。やっぱりパットンの言ってた通りだったな。でもこのままみんな自由に意見を言ってたら、いつまでたってもモンドの最強が誰なのか決着つかないぞ。あ、そうだ、ジンに聞いてみるのはどうだ。セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりするかも。聞いてみないとわからないだろ。行くぞ。
何かすごいことを聞いたみたいね。最強は誰なのかって情報を集めてるんだけど、セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりしないか？モンドの最強？すまない、そういった資料はないな。そっか、チェ、こいつが5位までに入ってないか期待してたんだけどな。そんな統計がなくとも、私は栄誉騎士の実力を疑ったことなどないぞ。そうだ、そういえば最近またアビスの魔術師がモンドの周辺をうろついているらしい。もしモンドの周りに用があるなら気に留めておいてくれると助かる。君の実力なら人々の安全を守るくらいわけないと思うが。アビス教団の奴らを倒したらきっと彼女のランキングも上がるよな。とにかく倒すぞなんだか君たちのやる気に元気をもらえた気がする。では気をつけて行ってきてくれ。これ城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一巻の終わり。あ、これはガエお兄ちゃんが書いてくれたの。その生きるための心得だよ。生きるための心得？つまり絶対にしちゃダメなことでないと、すごくすっごく怖いことが起こるの。うん、あ、自己紹介を忘れてた。クレイはクレイだよ、よろしくね。オイラのことはパイモンって呼んでくれ。あなたたちのこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士でしょ。お、オイラたちを知るやつがまた一人、感激だな。うん、アンバーをね。あ、今はそれどころじゃなかった。実はね、とっても大事な用があって地図を持ってここまで来たの。あのね、ささやきの森に埋めた宝物がなくなっちゃったの。宝物？ああ、オイラも同じこと思ってた。宝物がなくなったのは一大事だな。オイラたちも一緒に探してやるよ。本当？ありがとう。宝物はね、この位置にあるの。地図に場所を書いておいたの。埋めた場所に小さな木の札を刺しておいたから
わかりやすいと思う。木の札、宝物がなくなった理由が分かった気がするな。栄誉騎士のお姉ちゃん、早く行こう。あのね、クレイの宝物はここに埋めてたんだけど、穴が開いてるな。アビスの魔術師か？まさかジンが言ってたやつじゃ、モンドの近くをうろついてるっていう。あれ、あいつの手何か持ってないか？助っ人を連れてくるとはな。作戦変更だ。おい待て、逃げるな。アビスの魔術師、前に森で遊んだ時はいなかったのに。なんだか可愛いね。ふっ、さっさとそれを返せ。ち、やかましい。せっかく手に入れたんだ、返すわけがないだろう。いなければ、あの小娘一人ならなんとかなったものを。沸騰したよ。よっしゃ。あー、うん、それかっ、アビスの魔術師がいなくなった。どこ行ったんだ。5番、火を吹け。
だな。これまだ走れるか。ここで休んでてもいいぞ。宝物はオイラたちが取り返してきてやるから。ダメ、クレイも一緒に行く。モフモフが盗んだのはクレイのものだから、クレイが返してもらうの。クレイだってやればできる子なんだよ。栄誉騎士のお姉ちゃん、早く行こう。
追いつかれたか。少しはやるみたいだな。だがここまでだ。おい、何をする気だ。人々の噂の中から最強の人間について情報を集めさせてもらった。そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないか。その宝が我々の手に渡った以上、お前たちに勝ち目はない。そうだな、お前たちでこれの力を試してやろう。ダメ、絶対にいじっちゃダメ。その焦った顔、今になって怖くなったのか。どれどれ、ふん、火の印か。クレイがモンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくないな。でもクレイ、なんで逃げてたんだ。あ、そうだ、騎士団に戻って神団長に今回の一件を報告しよう。爆弾、人を傷つけた。心得を破ったクレイはきっと明日の太陽を見れない。クレイ、先に答えてほしい。怪我人はどこにいる。ん？でもモフモフはクレイのものを盗んだだけなのに。クレイの爆弾が…ああ、オイラが言ったアビスの魔術師は悪い人っていうのはただの言葉のあやだぞ。アビスの魔術師は人間じゃない。あいつらは、そうだな、人類と敵対する悪い奴らだ。モフモフは人類の敵？悪いやつ？わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。なるほど、オイラ分かったぞ。きっとやつらは
宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラがクレイの宝物を手に何なのか知りたかったみたいに。じゃあ今回の手柄に免じて今度のバドル同祭の参加を許可する。バドル同祭、やったー。お姉ちゃんも絶対お祭りに来てね。ふう、うまくまとまったみたいだな。しかし、しかしクレイ、その宝物をどこに隠していた？聞く。また星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうな。違うよ。オイラたちもすっごい見てるよ。クレイ。クレイ、一人で反省室にいて退屈しないかな。クレイは実はセピロス騎士団の火花騎士なんだ。え、クレイみたいなのも騎士なのか？だな、悔しいぞ。でもまあ、火花騎士って名前の称号ならクレイの宝物が爆弾なのもうなずけるな。ああ、トラブルメーカーな一面もあるが、騎士団のみんなはクレイのことが好きなんだ。それとクレイの生い立ちについてだが、実はまあそれは後々分かってくるだろう。その時はよろしく頼むよ、旅人。誰だ？あ、パイモンちゃんの声だ。うん、お願い。ダメ。クレイは真面目に反省してるんだから誘惑しないで。反省中はここでバドル同祭のために特別な宝物を作ってるんだ。宝物ウキューの形にしてみたんだよ。可愛いんでしょ。うん、バドル同祭が始まったらきっとみんな気に入ってくれると思う。はあ、ジンがこの話を聞いたらきっとクレイの反省室で過ごす時間が長くなるだろうな。次はもっと気をつける。次はね、安全で偉大な冒険をしてみせるからね。冒険者協会には冒険の心得があるって聞いたけど、お願い。はあ、サイリウス会長がこの話を聞いたらきっとクレイの反省時間を延ばすようジンに頼むだろうな。